関西学院大学体育会ラグビー部は、現在、関西大学ラグビーリーグ戦の A リーグに所属する、関西学院大学のラグビー部。全国大学タイトル計1回を誇る、ノーサイド語観客席のファンに挨拶をする、関西学院大学の選手たち1928年に、総部。昭和中期に、東西対抗戦で優勝。 数度にわたる関西制覇を成し遂げた強豪であった。しかし、1957年度に関西制覇を達成した後は低迷した。1980年度には B リーグに降格。その後、C リーグに転落し長く低迷の時代が続いたが、2002年度に入れ替え戦に勝利して A リーグに復帰。2008年度には51年ぶりに関西大学ラグビーリーグで優勝。 大学選手権で初勝利を挙げる。翌2009年度も関西大学ラグビーリーグ戦で全勝優勝。古豪から強豪へと復活を果たしている。2014年度も関西大学ラグビーリーグ戦で全勝優勝。しかし、翌2015年度は最下位に終わり、11年ぶりに入れ替え戦に回ったが、大阪体育大学を破って残留を果たした。年はべて年度。 年はすべて年度。近年のチームの戦績は、以下の通り。優勝2位、出陣の歌一、河野山下上が原大秘策を胸に南を図る、皮肉を嘆きしあおわし十五今こそ戦を求めて立ちぬ、2いざともあだし、明平和を捨てよにレアスしばしば知人の夢耐えざぬ戦は、不滅の真理聞かずや高なる人鼓の響きさん、時こそ来たれるいざ戦わん我らは、涙の受けを、 奥府若きは生命を真理に捧げ我ら努めて、勝利を終わんよん。時こそ来たれりいざ戦わん我らは三に蹴ける人をし、忍ぶ勝利は若き男の子の希望を語ねば再び、この丘を見じ後、ああ晴れせん、中原ののに堂々駒を進めていかげよ誉ある武士は、ガトウを守る、ガトウが行く手に輝きてあり。ありがとうございます。